ビオスポーツの坂本です。今日は体育館に来ています。なんで体育館に来ているかというとですね、うちの新商品をとあるフットサルチームが試してくれるということで今日は体育館に来ています。そしてその試してもらってですね、ガチのレビューをいただこうと思っています。どんなレビューになるかとっても楽しみです。皆さんも楽しみにしててください。よろしくお願いします。それでは早速お呼びしようと思います。ゾット早稲田の皆さんです。よろしくお願いします。キャプテンの雪島です。雪島です。お願いします。ありがとうございます。絵の頂きでよくインタビューされるんですけど、キャプテンなんで。めちゃくちゃ真面目になっちゃうんですね。今日はふざけます。それなんなの？わざとらしい。わざとらしい。タミオっていう会社。エシー中井のからゾットに移籍してきた山崎亮太です。お願いします。お願いします。まだタビオ履いてます。もちろんタビオです。それ後ろあれだもん、ね。それそうや。朝後ろ。ありがとうございます。ありがとうございます。来週にはピンクになってると思う。あ、はい。期待してください。次ましてゾットのあれ生え抜き。プロパ。プロパ。の神田アンディル選手です。もう10歳の時から今20歳でずっとゾットでやってきた選手です。一言ください。自分は履いたことないんで、ちょっと試してみたいと思います。履いたことない。お願いします。あれ緊張してる？緊張します。緊張してる。いや、絶対嘘ですよ。目が絶対嘘ですよ。キーパーのゴレ色の柳川優勢。優勢選手です。お願いします。この前、アンダー21の世界大会で最優秀ゴールキーパー賞。そうですね。最優秀いただきました。さっき謙虚たまたまですよ。目力すごくなっちゃいましたよ。どうやってる。まずしっかり絶対ポジションを奪おう。あ、そうですね。まずは。それではスタメン取れてないので。なるほど。この勢いで。はい。旅を履いてスタメンいただきます。はい、お願いします。じゃあ中井健介です。お願いします。ゾットの中井健介。はい。移籍しました。中井健介。お願いします。じゃあ。この試していただくうちの新商品、はい、ここに入っているのでぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。開きます。これ箱らしいこれね、フットボールショッキングです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ23から25があるんで、これは僕が25位から。でかくない？これでかかったキッズ。大丈夫、キッズ。これ大丈夫、大丈夫。はい、じゃこれ僕履くんで、他はみんなで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日ねこれぜひ履いてもらって、ガチのデビューをしていただきたいんで、ぜひよろしくお願いします。この後はもう試合があるんで、はい、その中でも履かせてもらって、はい、もう伝えてたら、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。履きましょう。はい、はい、はい、買いましょう。しっかりするか、なんか角度がすごい。よいしょ。あ、なんかめっちゃホールドされる感覚がある。めっちゃ。めっちゃ違和感ある。めっちゃフィットし、5本指だったから。確かに。ね、ヨータずっと5本指だった。そう、ずっと5本指だったから。ここがすごいね。土踏まずのほうがなんかめっちゃ支えられてる感覚が。確かに。ここね、普通のこういう靴下だとかかとの部分ちょっとゆるゆるなんですけど、フィットして本当に素足に近い感じです。何笑ったの？100点ですか？このきついソックスって、はい、履くコツがあって。逆向けて、ここからこういう風に先っちょから行くと履きやすいんですよ。あー、なるほど、はい、これぜひやってみてください。すごい、おお、すごい、綺麗に、めちゃめちゃなるほど。職人、職下はもうこだわってるんで。すごい、なんかすごい違和感。ずっと5本指だから違和感。そうですね、足がもう5本指たぶん。そうですね、右足側にエルが、見てなかった。間違えるわ。
見えるか、見えるか、見えるか、見てなかったそこまで、気をつけよう、やってるかもしれんから、ちょっと靴とのフィーリング的なところも分厚いと思いきや、思いきや全然そんなことない、むしろなんかちょっと加工がしたなんか違和感とか大丈夫ですか、いつもより足ちっちゃくなってみよう、いつもよりあー指開かないですもんね、そういつもよりなんかでも指だけじゃなくてかかととかもなんか、なんか育ってる、ちょっと支えられてる感覚があって靴下でずれない感覚があるのめっちゃいい、フィット感のところでなんかこう痛いなとかそんなはないですか、そんなことはないです、痛みは全くない、特に中井選手とか山崎選手はもともと FC 中井の時から入ってくれてるじゃないですか、それとの違いってどうですか、感覚的になんか指がなんか制限されてる感じだ、なんか正直あんま違和感が勝ってます、はい、やっぱ5本指ずっと入ってたんで、5本慣れちゃってたんで、確かに確かに、なんかそう動けんのかなみたいな、正直僕はなんかアーチの部分がなんかこう引き上げられてるというか、まあこう締まってるからなのかもしれないですけど、その感覚をめっちゃ感じますね、まあこのインソールもそういうのを履いてるんですけど、まあ、いつもよりもそこがなんか強調されてるって感じがします、うーん、アーチのサポートがありますね、はい、なんかそこは一番気になるかなっていう、いい意味でこの若干扁平足で結構アーチのサポートもマガジンとかスムーシューズとか出たりもしたり、それがなんか靴下で支えられてる感覚がめっちゃありますね、じゃあ試合、はい、そうですね、はい、はい、履いていただいてデビューちょっと楽しみにしてみて、はい、はい、よろしくお願いします、お願いします、
疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際の履いてみてどうだったか。どうでしたキャプテン。はい、どうでしたか。いや、すごいフィット、まあ、さっき履く前、履いた時から言ってたんですけど、結構フィットしてて、やっぱりこう支えられてる感覚があるんで、すごいやりやすくて、なんかちょっと走りやすかったりとかもしたんで、すごいサポートされてる感覚がすごいありました。なんか奇跡のゴール奇跡のゴール旅屋の感じですなんか5本指じゃないってなんか心配だったけど、なんかめっちゃ走りやすくて、なんかこれもありだなって思いました。ありがとうございます。ナイスゴールでした。ありがとうございます。同じになるんですけど、足にしっかりフィットするって感覚と、あと切り返しした時になんかあんまり靴ずれがしないなっていう、靴どこと靴下がずれないから切り返しがしやすかったなって思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。僕ね、足すごく軽く感じて、その最初の1本目とか出しやすくて、飛び出しとかもすごいやりやすかったので、これを次から使います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ました。ました。僕はちょっと違う感覚だから言うと、なんかあんまりいつもこういうの履いてないですけど、一緒だ。一緒だな。なんか抵抗あったんですけど、なんかおほぎびじゃないのって、タビもそうですけど、なんかこういうフラットなやつって初めてというか久しぶりに履いたんで、でもなんかすごいフィットしてたというか、すごい良かったなと思って。履いてきます。履いてきます。ナイスゴールでした。ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんお忙しい中ね、こうやって履いていただいて、デビューありがとうございました。ありがとうございました。また決めていただいたら、履いていただいて、よろしくお願いします。お願いします。で、ぜひ今日見ていただいた方、ぜひ気になったお店、見ていただければと思います。すごく皆さんにこう好評もいただけるものになるんで、ぜひ皆さんも試してみてください。あと商品紹介の動画もね。あ、そうですね。配信されてますので。はい、あるんで、またそれも別であるんで、はい、ぜひそちらも見ていただければと思います。はい、それでは、今日の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。イエーイ。フォルサ。バイバイ。フォルサ。